ハロー、山県中。はい、始まりました。今日はですね、質問箱です。質問箱に、こういうお便りが来ておりました。今日蝶のチャンネルの YouTube 動画に安城さんが出演されているのを見ました。術後のお姿でしょうか。もしとりあえず動画のお姿まで回復されたのなら嬉しいのですが、CS 朝日チャンネル2ワールドプロレスリング俺の激闘ベスト5の安城幼児編が10月25日日曜日6時半から放送されるそうです。18時30分ですね、放送されるそうです、というね、質問箱に、こういうお便りが来ておりました。ですね、まずこれはですね、前にも言ったかもしれないんですけど、ライブとかで言ったと思うんですけど、安城さんの術前なんですよね。安城さんがこの前大変な、心臓の手術をしまして、生死をね、こうかけたね、手術、大手術だったんですけども、今無事に手術が終わって、良好だと、いうことで、仕事にもね、もうちらほら復帰し始めている状況のようなんですよね。で、この蝶野さんの収録をした時はですね、実はその僕もつい最近知ったんですけど、その安城さん本人から連絡があって、あれは収録は術前だったんだと。で、もう俺は心臓苦しくて死にそうになってる時だったんだよ、山っていうね、ことで、聞いて僕もびっくりしまして、ってなって、あれ術前に撮ったんですかっていうね感じで、本人はそうなんだよって、もうほんと死にかけてた時なんだよって言って、でそれであれを、撮ったらしいんですよね。で、私YouTube も見ましたし、CS の方も録画してついこの間見たんですよね。まあ懐かしい映像がねいっぱい流れてて、安城さんが、ちょっとずつ思い出しながらね、あの時の思いを語ってたのは非常に印象深いなと思って見てました。で、ゴールデンカプスのね、誕生秘話だとかね、私が喋るのとまた違った角度からね、楽しめたんではないでしょうか。蝶野さんのね方から僕の名前が出たの嬉しかったですね。山本くんって言ってね、どうなのみたいな感じで言ってて、で安城さんはまあそれに答えてましたけどね。まあとにもかくにもですね、そういうことで術後ではなくて、で今その手術終わって、またあの時よりもどうなんだろうな、見た目的には僕は写真見してもらったんであれなんですけど、もうほんとここね、ざっくり手術してこう切ったんですよね。で、まあ骨もカットして心臓を取り出してみたいなね、非常に大手術で大変な手術だったみたいなんですけど、その時に安城さん言ってましたけど、手術の時に先生に骨折れてるよって言われて、で、って何ですかって言って、それ思い当たる節なかったんだけど、引退試合の時に船木さんとかに蹴られたので折れてたらしいんですよね、どうやらね。で、それレスラーって痛みに強いからね、少々ね痛くてもね気づかないことあるんですよね。これレスラーあるあるなんだけどね、骨折れてても気づかないとかって結構あるんですよね。なので、まあいつの間にかそれで、まあ折れた跡があったけど、まあ回復してたと。でもまた手術するのに、骨もカットして手術したみたいな、そんな、ことだったようなんですよね。うん。まあ、で、順調に、今は良好だということで、本人からも連絡いただいてますんで、で、まあ電話でね、
僕も嬉しかったんでね、兄貴生きててよかったですねっつったら、兄貴も腹の底から生きててよかったっつってね言ってましたね。まだお子さんがね小さいんでね、まあ、あと10年は子供のためにも生きたかったんだっつってね言ってましたね。だから本当に良かったなぁと、私は、私も心の底から、喜びました。はい。そんなことでですね、まあ兄貴がこれから、また仕事を完全に復帰していくと思いますが、まあ、今までのまあショーマンシップでみんなを楽しませて無理に酒を飲んだりとかしているのを、僕は焼き鳥屋でケンさんのところで働いてる兄貴を見てましたけども、今、しばらくはですねお酒を控えていただいて、で周りの方々もですね兄貴に無理をさせないように一つ、順調にね回復しているようなのでね、まあその本当の本当に元気にねなって、お酒を美味しくね飲めるようになるまでは今しばらく、兄貴にねご猶予を与えていただけるとありがたいなと、はい、そんな風に思っております。はい。でこの本ちゃんの CS の方のねテレ朝2の俺の激闘ベスト5見てたんですけど、長野さんと安城さんのね関係がなんか新鮮で良かったですよね。長野さんがだんだんこう最初なんか同期ぐらいだと思ってたみたい でそれがだんだんこうちょっと安城さんの方が後輩っていうのが分かって、安城選手から安城くんにね最後の方になってましたよね。それがなんとも良かったですよね。でなんかすごく、長野さんも話しやすそうに、それならみたいな、先輩とかだとちょっとこう気使うじゃないですか。なんかいい感じでこう話してて、でテレ朝の番組だから結局ユーインター側の時の試合は出なくて、ユーインターの時に長野さんと安城さんがやった試合ですごいいい試合があるんですけど、それは放送されなくて、まあテレ朝の方で放送されたやつもねいい試合なんですけどね、それはそれでいい試合なんですけど、まあそっちを使われていたと。でカップスの時の誕生秘話で、ね、ピンチの時に帝王高山義弘が、今日ちょうど僕帝王 T シャツ着てるんですけど、帝王高山義弘が、助けに来てね、邪道下道を冬木邪道下道を蹴散らして、3人でこうね手を挙げてゴールデンカップス誕生みたいな、そういうシーンも、出てましたね。 1.4 東京ドーム、なぜか東京ドームで、外敵同士が試合をするというあの辺からですねちょっとこう吹っ切れた感がありますよね。安城さんもで僕もで高山さんもで、そっからもうありとあらゆるいろんな仕事に、トライしましたね。歌も歌いました。それに付随してプロモーションビデオも作りました。いろんな団体を毎日いろんな団体を渡り歩きました。うん。ね。今となってはいい思い出でございます。はい。ということで、今日の質問箱の、に対する、コメントは以上になります。よければ高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい。また、質問があればね、概要欄の方に質問箱っていうね、質問の URL、貼り付けてますので、そちらの方から、ご質問ください。それでは、今日は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。それでは、さようなら。まあね、俺もね、武藤に負けちゃったからな。
研究イズベスト。ひゃ